世の終わりだ、月は血に変わり、山は崩れ、突然変異のバッタの群れが襲来。これらは聖書の黙示文学と呼ばれる書に見られる奇妙なイメージですね。黙示の内容は世の終わりについてだと思っている人がたくさんいますが、実は全く違うんです。では聖書の黙示文学の読み方を学びましょう。黙示は世界の終わりについてじゃないんですか？黙示とは明らかにするとか覆いを外すという意味です。何かの本質について以前は見えなかったのに突然それが見えるようになることです。いつも物事の本当の姿が見えているとは限らないですもんね。私たちは無意識のうちに自分の慣れた見方で世界を見ていますが、それによって真実が見えにくくなることもあります。黙示はそれをはっきり見せてくれるんですね。聖書における黙示とは、神が誰かに対してカーテンをめくり、神の視点から世界で本当は何が起こっているのかを見せてくれることです。例えば、預言者イザヤは突然幻の中で神の王座の前に連れて行かれました。彼は天と地をつなぐ場所として描かれた神殿の中に入ったんですよね。そこで彼は神の視点から見たイスラエルの過去、現在、未来について見せられます。それはイザヤが彼の時代の人々を叱咤激励し慰めるためでした。またイエスの信徒たちを迫害していたサウロのことを思い出してください。彼は迫害しに行く途上で蘇られたイエスの幻を目の当たりにしました。サウロはその時、彼がずっと待ち望んでいた方と戦っていたことに気がつきました。そしてそれが彼の人生を変えました。このように黙示とは地上の出来事に対する神の視点を明らかにするのです。それは希望の言葉だったり叱咤激励の言葉だったりします。あるいは人をすっかり変えてしまいます。これらは黙示を受けた人々についての話ですが、聖書の中にはその書全体を通して預言者が詳細に黙示的な夢や幻を記している書もあります。そういった書を黙示文学と言います。そういう夢や幻では奇妙なイメージがたくさん出てきて読むのは難しいです。例えばダニエル書では恐ろしい獣が暗い海から上がってきて地上にいた人々を踏みつける幻があります。それから人の子が登場し世界を治めるために高く上げられます。一体どういうことですか？黙示文学は想像力に富んだ詩の形式で書かれていて、たくさんの象徴が用いられているんです。どうしたら象徴の意味がわかるんですか？まずは聖書の他の書を学ぶことです。黙示の象徴は創世記から始まり、聖書を通して繰り返されるパターンに基づいています。例えば聖書の冒頭に出てくる混沌とした海を神は創造の秩序に従わせましたが、取り除くことはしませんでした。それで海は危険、死、宇宙規模の無秩序といったものを象徴するようになりました。そして海から現れた乾いた地は安全で神の形として人間が治めるべき場所でしたよね。はい、陸では人間が獣を管理するはずだったんですが、先を読み進めていくと人間がある獣に騙されてしまいます。その結果暴力的な獣のように振る舞い始めます。時には預言者が象徴の意味を教えてくれることもあります。例えばダニエル書で獣は暴力的な国の象徴だとはっきり書かれているように、しかし大体の場合著者は読者が聖書の物語をなぞることによってその意味を理解できるという前提で書いています。聖書の最後の書、黙示録について教えてください。ここにはとても長い幻が記されていて、最初から最後まで黙示的ですから。はい、他の黙示文学と同じようにこの書では幻を見たヨハネが神の王座の前に移され、世界の王として高く挙げられているよみがえりのイエスを見ます。でもイエスは血まみれの子羊として描かれています。これはイエスがイスラエルの杉越と食材の日のために犠牲にされた子羊であることを示す繰り返されたパターンなんです。彼は世界の罪のためにご自分の命を捧げました。それからヨハネは究極の獣である竜を見ます。これは地上の暴力的な帝国を活性化させる霊的な力ですが、世界の真の王であるイエスによって投げ捨てられます。それで思い出しましたが、黙示録を読んでいると宇宙規模の破壊とか暴力が繰り返し繰り返し出てきて驚かされました。黙示録には7段階に分かれた神の裁きが3回記されています。これは洪水の物語、エジプトでの銃の災い、バビロン捕囚などに結びつくもう一つの繰り返されるパターンです。これらは人間が世界にあまりにも多くの暴力や死をまき散らしたために、
神が人間を自己破壊の道に引き渡した時でした。まるで創世記一章の創造の過程を逆行するように、神は世界と人間が闇と無秩序に沈んでいくことを許されたんです。恐ろしいですね。そうですね。でも創世記一章で神は闇と混沌にご自身の光と命で打ち勝ちましたが、黙示録でも同じです。イエスの死とこの世界の死はイエスのよみがえりから始まる新しい創造へと続く道なんです。黙示録は世界の終わりのように思えるけど、実は新しくされた世界の始まりなんです。天と地が再結合され、人間が神の形として神の愛と力を持って作られたものすべてを支配するようになります。わあ、なんだか盛りだくさんですね。黙示文学には理解しがたいことがまだたくさんありますが、黙示文学の目的自体は明らかです。それはすべての世代の神の民に励ましと慰めと希望を与え、地上の状況について天の視点を明らかにすることです。ついに終わりました。聖書の読み方シリーズでは、聖書の中の物語、詩、散文と聖書の文学スタイルを見てきました。そして聖書の大きなセクションの読み方について学んできましたね。聖書は洗練された優れた文学で、人類史上最も影響力を持つ書物の一つに数えられるのも納得です。それぞれの部分がすべてイエスによって完成する一つの物語へと組み込まれていて、生涯をかけて繰り返し読み思い巡らすべき本です。聖書の中では全く新しい世界が広がっていて、あなたに見出されることを待っています。